どうも、しねこです。今回も、タンパツ過去に実況シリーズ、土地神回避4をやっていきたいと思います。パート11ということで、多分今回のパートで、最終パートになるんじゃないかなと、勝手に思ってますが、まあ、やっていきましょうということで、最終ステージかもしれないね、ステージ30ですね。見つかり回避やっていきましょう。ここだけ、なんかカードがめっちゃあるな。なんか9個ぐらいあるけど大丈夫か。まあやっていきましょう。30ステージ目。うわ、何？480プラス112マイナス220プラス100。計算しろと。計算しろっていうのかな。300じゃねえわ。まず真ん中、まあいやいや絶対関係ないんだろうね。関係ないんだろうな。何これ、色変わりますね。あ、2番かな、なんか2番が必要なんかな。待って、この色コードあるってことはやっぱこれ計算してることか。ちょっと待ってよ、紙とペンないとできないよ。まあ電卓でもいいんですけどね。これなんだろう。失敗だよと。まあ先にこの計算問題やっときましょうか。410プラス112マイナス220プラス100ということなので、まずは、あれ、これマイナスから先に計算するっけ。まあいっか。まあ500じゃない、600に、382かなってなったら、黄色、灰色、オレンジ、赤かな、いや赤ですね、黄色、灰色、赤かな。まあやれってことなんですけど、まあ2番目がないからね、2個目があれないからな。ここ理科室なんかな、なんか理科準備室とかで、いやなんか出てきた2番。ほい、さあこれで、なんだったっけ。はい、記憶力、482って言ったっけな。黄色、灰色、赤かな。あ、押しちゃった。黄色はどれ、黄色、灰色ですね。これ黒か、あ、これが黒か、やがやこし色ですね。これが灰色かな。じゃあ赤ですね、最後。これじゃないの、あれ、赤、違うね。勘違いしてますよね。多分引き算先やんでしょうね。112マイナス220をしろということですね。はい、ですね、まあ多分計算はね482なんですよね。多分ね。で、黄色、灰色、赤だと思うんですよね。黄色、灰色、赤なんですよ。合ってるんじゃないのと思うんですけど、待って、これはなんだ、合ってそうで合ってないらしいですね。見ざれないですね。じゃあこれ消灯したらいいのか、あっ、引っ掛けだ。隠すな、計算式を隠すんじゃない。482にプラス252、4、3プラ1、5、7、734に、520を引くので、4、1、2、214ですね。もうパッと計算しましたが、いや、214。暗いですね。見えないですね。電気つけましょうね。ってことなので、赤、茶色、黄色ですね。赤、茶色、黄色。
これ赤だね。赤。茶色ってどれだ？これ茶色かな？で、最後黄色。やったー！鍵だ。準備室の鍵をゲットしたので、準備室に逃げ込むのか？あ、来ました、準備室ね。まだあるね。ドアの陰に物を置くな。怖っ。バレるよね。バレるバレる。え、バレる、バレるって。バレるって。あ、いた。ああ！怖い怖い。ほらだほら。急げー！ああ。てってて、待って、いけるな。なんか窓から見えたな。やめて。クリアですね。怖いよ。最終ステージなんだ？怖いな。ちょっと、驚かせに来てる？よし、じゃあ、次行きましょう。さあ、次ですね。ファイナル。ドッキリ神回避。31面ですね。では、やっていきましょう。多分大丈夫だろう。いってらっしゃい。31、ドッキリ神回避。うん、トロッコだね。わあ、主人公の服装正しいはどっち、どっちだ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 、こっちか。なんかあれだな。トロッコアドベンチャーやな。あっさ、正解やったぜ。主人公を捉えていたエイリアンの時、こっちだね。待って、そういうクイズ、怖いな。覚えてるかわかんないよ。イェーイ、正解。次行こう、第3問。主人公周りで走ってた犬はどっちだ、どっちだ、どっちだ、こっちだった？わかんない、わかんないわ。わかんない、もう記憶ない。記憶ないよ。どうだ？おー、正解、やったね。さあ、第4問。主人公が壊してて、こっちを、笑ってたっけ？笑ってたっけな、覚えてねえな。おー、正解。第5問。電車の中で主人公はどう挟まってね。で？え？え、こっちやったっけ？ボーイ君もさ、そんな子いないです。もう早く逃げようよ。正解。さあ、第6問。スーパーの2階の中に、2階のテント？え？赤友達か？テントって何？どういうテント？あああ覚えてなーい。覚えてねー。今の問題から再チャレンジしたいな。しよっか。CM だ。さあ、第6問目からですね。こっちは緑の友達だったんだね。てかもうこれもしかして10問ぐらいまで問題あるな。多分。正解。第7問。バラを赤く塗っていてトランプ兵はどっち？え、赤は赤じゃないの？もう覚えてないけどな。記憶力ないんだって。ああもうダメだ。記憶力ない。覚えてない。覚えてないよ。ああ、再チャレンジしたいな。再チャレンジしよっか。第7問目から再開します。こっちなんだね。覚えてないですね。さ、まあ、正解ってことね。第8問目です。壁に向かって友達投げてて、これ手裏剣ですね。ここら辺は覚えてるね、まだね。え、そうだよね。
心配になりますね。第9問。主人公を追いかけていた、追いかけていた人体模型はどっち？こっちやったっけ？よーし、よしよしよし。第10問。パンを持っていたおばさんはどっち？どっち？わかんない。わからん、わからん。わかんないよ。どうだ？お？おお、正解だ。やったー。Thank you for playing. 賞金欲しいな。ないか。さあ、ということで、これでクリアですね。エンド。神があるね。神しよう。神しようよ。神しようよ。ゲジはごめんね。はい。ということなので、これにてですね、どっちに神回避4、すべてのステージをね、クリアすることができましたよと。結構ね、今回、パート数的に11パートね、かかってしまいましたが、まあその分、そこをね、一つ一つのステージ様って感じだよ。一つ一つのステージ楽しめたことでね、いいんじゃないかなと思います。さあ、次回、単発学校右、感じだよ。単発学校右強シリーズどうしましょうなんですが、現在はあれですね、まだ新しいね、フル脱出のゲームが出てませんので、まあ、他のゲームね、やろうかなと思っています。噛んだよ、なんか詰まったね。まあ、他のね、ゲームやっていこうかなと思います。ちょっとね、最後にカルズガン見て終わりましょう。143分の82枚集めましたね。達成率は半分ちょっとぐらいですね。もう 55% か、それぐらいかな。こんな感じでしたね。はい。まだあるか？はい。こんな感じでした。ということで、次回、一体どんなゲームするんでしょうかということで、もしこの動画が少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。